これね、はあ、もう三田佳子大女優ね、この2つのキーワードがイコールで結ばれるように、なんか無条件で無前提で気が付いたら世間一般のイメージがルフしてしまった、うん、なってしまったきっかけになった作品ですよ。確かに、ね、はい、それが今回ご紹介する W の悲劇という。今日はまた斬新な入りですね。いやこれね、番組タイトルも避けます。いや女優そう、でも確かにこの映画まで、うん、まあ、僕はそのこの映画以前の三田佳子のことをね、うん、知ったのはうんと後だけど、うん、でもね、フィルモグラフィーとかね、うん、いろんな仕事とか見てもね、うん、大女優っていうのはここからですよ。それまでは、まあ、うん、人気女優だったけど、うんうんうん、大女優っていうと、うん、そこまでかなっていうね、うんうん、ありましたね。もちろんそのキャリア重ねてるベテランではあるけど、もちろんそうなんだけど、つまりほらイメージとしての大女優ってことね。だからいわばさ、うん、そのサブリシンさんが演じるのが、うん、サブリシンさんっていうともちろんね、大物だけど、うんうん、その役柄と本人のサブリシンが完全にシンクロしちゃって、ね、役者さんなんだけどさ、なんかすげえ大物政治家とかさ、うんうん、あのボスとかドンとかフィクサーとか、うん、そういうイメージしか浮かばないみたいな、はいはいはい、イコール、うん、ね、イコールサブリシンイコールっていう風に繋げちゃうっていう感じね、うん、丹波哲郎にも同じこと言えるかもしれないけど、 ね、うん、それが三田佳子における大女優、そのきっかけが W の悲劇。主演はあくまで角川三人娘、当時ね、渡辺典子、原田知世と並ぶ、うん、並んでというか、でもやっぱり知名度と人気で言えば一等地を抜いていた役者役者というね、1984年昭和59年の作品で、原作は夏木静子のね、そうなんだけど、またやっぱそれを大胆にね、大胆すぎるよ、大胆不敵にも、うん、脚本が新井春彦と監督の沢井慎一郎さんで、沢井慎一郎監督っていうのは非常に遅咲きでね、デビューが40過ぎてるでしょ。そう、あのね、野菊の墓とかでしょ、松田聖子主演、うん、野菊の墓でデビューした時も40過ぎてたですね。牧野正弘さんのお弟子さんなんだってね。牧野正弘門下だし、あとあの鈴木則文監督のトラック野郎シリーズで長いこと上官してた。そうだそうだ、うん、そうですね、脚本も、うん、あの関わってるよね。そうそうそう、だから書けるし撮れるしっていう人なんだよね。そう、うん、で当時のね、角川さん、まあ、角川春樹本人が証言してるんだけど、ええ、あの角川映画は原作、要するに角川書店で出してる原作いくらでも使っていいし、内容、原作の内容もガラリと、もう全くもう完全にあの変更しちゃっていい、はい、ただしあの原作者の了解を得た上ならばっていう条件付きでね。ただこれは改変するにも程があるよね。いやまたね、その、うん、でもね、うまいというかね、うまいというか、またそのうまい下手を考えられないぐらいに感心しちゃったのはね、うん、やっぱりね、あの原作の夏木静子の原作 の、うん、その和辻家っていうね、その財産家の家で起こる殺人事件っていうのが、その W の悲劇のその元のね、うん、お話なんですけど、それをそのままね、舞台に移植しちゃって、でその W の悲劇、夏木静子原作の W の悲劇を上演する、うん、ある大劇団、劇団海って言うんだけど、 そ、 、うん、その劇団、まあ会かな、まあ劇、その劇団の中での看板、うんうん、ね、あのもうメジャー、あのもうテレビとか映画でも活躍してるその看板女優、うんうん、まあまあちょっと古いけど、例えば文学座って言ったら杉村春子、いやそういうことですよ、そういうことですよね、全くその通り、それに該当する役を、うん、なんつうんだっけ、羽鳥翔っていう、うん、あの大女優の役を、うん、三田佳子がやっていると。そうなんだよ。でその劇団の、うん、新米劇団員で研究生だね、うん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 、それで役者舞台役者に憧れ、うん、羽鳥翔さんに憧れてるっていう、うん、まだ若い二十歳の娘そうで、高木美帆で、そう、高木美穂と薬師丸ゆう子、まあ、うん、友達同士だわな、うん、一応ね、うん、でもその高木美帆がもうツンケンツンケンしててさ、うん、あの上昇志向丸出しでさね、もういつかその三田佳子だって追い抜いてやるみたいな、このメラメラしてるさ、その、 あの下心がもう見え見えなんだよ、うん、そういう役だし、ね、まあまあ、もちろん演出がそうなんだけどね、うん、そう、それで、うん、その、うん、劇団の、うん、オーディションで、うん、今度 W の悲劇というのをやると、ヒロインの役を、そう、ヒロインの役、うん、その和辻家の娘の役をね、うんうん、それから羽鳥翔の三田佳子とは母と娘の、うん、私おじいさまを探してしまったっていうやつだろ。そこんなに意地悪く言うことないから。いや、でそのオーディション、すいませんね、そのオーディションの成否がね、
あの当楽がその高木美帆がその娘役になって、うん、それで薬師丸ひろ子は、うんその若い女中でちょい役で兼プロンプター、うんねうん、陰でセリフを、はい、あの補助する、うんそういう役で、うん、まあ落ちたようなもんだわね、うん、それでこうちょっとシュンとなっちゃってる、うん、ところにね、うん彼女あれ日比谷の野外音楽堂みたいなところですよね、なんかね、公園のところにあるね、うん、ちょっと野外舞台みたいなところでさ、うん、夜さ、うん、夜だから忘れちゃったけど、一人で稽古して、ね、一人でさ、うん、そのダブリの兵器のセリフをちゃんとそらんじてるから、うんで私は女優よ、なんだかよって言ったら、羽鳥翔の、うん、セリフを言ってんだよね、確か、多分ね、うんそしたら、どっかから拍手が聞こえてきてな、それがね、世良政則ですよ。うん世良政則です、このね W の悲劇の世良政則はねもう火の打ちどころなく素晴らしい、うんうん、であとねで元劇団員だったって設定なんで、ね、そうそう今はなんか不動産の会社かなんかでサラリーマンやってんだけど、そう実は自分もかつて芝居を志したことがあるんだっていうその世良政則さんのねあのね世良政則、うんうん、あのね80年代のね、うん、世良政則のイメージはね、うん、あの爽やかな鬱陶しさ、うん爽やかなうざさあそういやあの映画もこれだけじゃないもんいやあのね極道の女たちもああはい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 あの片瀬梨乃にさ、はいはいはい、もうあのアプローチの仕方がさものすごいそっくりなんだよああそうかそうかすっごい爽やかにさいつもここで稽古してるのってさなんでそんなこと聞くのって言ったら明日も拍手したいからさ、もうなんだそんなセリフ言えるかもそうでしょそうそうそうもう旗出したのじゃんもう口から万国旗出した俺口から俺昔漫才の酒で口から万国旗出したことあったけど、まあ、そんなったいやでも本当にそうじゃない、いやで歯が飛ぶようなさでしかもさその最初にその世良政則と出会うさ、うん、前はあの薬師丸ひろ子の主人公ね、うん、あの静香っていう主人公が処女を喪失した翌朝でしょ、でそ の, あその処女を喪失した朝帰りして朝帰りしてきて公演ですぐらいね、うん、でその喪失の相手が三田村邦彦ですよ、あそうですね、劇団のでこれも売れっ子俳優なんですよ、でまあ羽鳥翔の恋人じゃないかぐらいの感じなんだよね、相手役をいつもやるような、そうそうそう、だからもう大先輩でもう格上の人だけども、うんうんうん、その時にねでこれ80年代でね当時の三田村邦彦って言ったらさ、うん、必殺シリーズ で, そうです、ね、飾り職人のヒデっていう仕事人の一人をやってて藤枝バイヤーじゃないけど、うんってね、そうレギュラーメンバーでね、そうそうそう、うん、で京本政樹と中条清志と並んでもう女性たちのキャーキャー言われてた真っ最中だよね、そ, ううんまあ、その後、まあ、本人方からあの例の不倫劇があって、そうそう、それで最後、阿波踊り踊っちゃったりしてたからね、そう、だから、踊る前ですよ、そうそうそう、踊らされ、まあいいや、それはともかくね、いやいや、そうそう、それがさ、うん、そう初めてだったと思うことよ、なんつってな、そう、何が、なんたり、でも、あそこ、うまい、うん、いや、やっぱりいいよね、いや、うん、つまりさ、シルエットだけで真っ暗でさ、そう、あれ、うん、誰なんだろう、あれ、うん、っていう感じでさ、でまだ薬師丸ひろ子の姿も全然わからない、うん、まあそのアイドル的なね部分もあるだろうから、それはさ少年のね要するにひろ子ファンだったり智代ファンだったりね、まあ、直裁的なシーンは難しいからちょっとからすればさ二十歳になった薬師丸ひろ子がね処女喪失のその朝から始まった導入っていうシーンはもうドキドキでしょ、そうね、うん、これ、うん、役者は何でもね、え役者は何でも経験してその日常を充実させなければいけないって本に書いてあったんです、うん、スタニスラフスキーとか言うんだよね、そうそうそう俳優修行で三田村邦彦が言うんだよ、もうね悪いけどねこの映画でね、うんまあ、これで演劇関係者の皆さん申し訳ないですね、もう猛批判されることを生じるけどね、もう芝居とか演劇というそのもののなんかこうむずがゆい感じ、ああ恥ずかしいみたいなさ、それがねギュッと全部凝縮されてる気がする、あ、うん、だからそのさだってあのダンスのレッスンのところからまずあーってならないなんかレオタードみたいなのさ男も女も入っちゃってさでその曲に合わせてこんななって踊ってさでね、あるとパートに来るとさこうやってここ叩いたりするところとかさあー恥ずかしいあーやめてくれってやめてくれっていう、あと居酒屋でみんな集まってさ、演技論を戦わせるってことがさ、もう俺たちからするとさ、もうな、生芸の、生芸人の、人間、さ、
我々からするとこうあもうそういうことそういうこと飲みの席でそんなもうなんか気持ち悪いこと喋んなよみたいなさ鬱陶しいなみたいなのが全部あざになってんじゃない。でもそこはだからやっぱりね、うん、映画にした時のさ、うんうん、でもまあ皮肉にもというかそういうところをさ、うん、あの演じているのはさ、うん、もう劇団系の俳優さんだったりするし、で蜷川幸雄が演出家のあのね演出家のね、うん、まあ、まあ役者もやってたけど蜷川幸雄さんが、うんうん、劇中の中でそのダブリの悲劇の演出家の役でね出てるんだよね。でもハイザルじゃないと台本投げるからね。そう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 、変な間作んなよとか言ってさやってるんだよ。でもああいう舞台のね、あの稽古っていうのはね、ほら僕私が出たことないから、そのああいう風に演出ってやるんだ、まあ一つの、まあちょっと多少カリカチャしてるのかもしれないけどさ、ああ出なくていいなんとかとかとか立ち稽古からそのさあの本話してからのあれとかってし、うんうんうん、あこういうふうに仕上げていくんだなっていうのはちょっと面白かったよね、だから、うん、あの原作のね、その和津事件のミステリーはその劇の中でだけで、その劇も、うん、あのところどころだけが紹介されるだけでね、全然本筋とは関係ない。そうだからそれがすごいでしょ。でもで夏静子の原作をちゃんと言うと、うん、つまりその和津事件の悲劇、和津のそのイニシャルの W でもあると同時に、その殺人事件に、ね、絡んでくるその女性たち、女たちの悲しみ、女たちの悲劇、ウーマンの W でもあるという、その二重の意味があるわけだ。そうなんですよ、うん、でしかももう一つあって、うん、これはね、夏木静子がその英米 の、 あの要するに古典本格ミステリー の、うん、あの大先達大先輩であり、この当時まだ存命中、片っぽは存命中だった二人共作で、あの多くの名作を世に送ったエラリー・クイーンっていうね、いいでしょ、エラリー・クイーンっていう本格ミステリーの大巨匠ね、アメリカの作家だけど、この人が X の悲劇、Y の悲劇、Z の悲劇っていうのを3部作で書いてる、ね、それに対してドルリレーンっていう、そうそう、ドルリレーンって、ちなみに、そう、ドルリレーンってちなみに俳優で、うん、俳優が名探偵の役を務めるっていうドルリレーンシリーズっていうのを XYZ、 そしてまあドルリレーン最後の事件ってまあまああるんだけど、この XYZ、 特に Y の悲劇はそのミステリーファンにとっては長らくミステリー史上でベスト10とか、ね、あのベスト何とかって絞るときには ほぼ第一だから、ベスト3とか圏内に入る大傑作と言われているのが、まあまあ、特に Y なんだけどね、うん、その XYZ に続くその第4の例えば数学とか何とかでそのあの代入するそのアルファベットで使われるものって言ったら W だっていうことで、エラリー・クイーンのこの3部作高い、ね、山々後方に挑むという、だいぶ気合が入ってな、夏木ずこ その作家本人 の、 そのものすごい豊富な意味も込めた W でもあるわけよ。それを全然使わないやらないんだから、やらないで劇中劇の舞台のいわばそのね、うん、うん、そうだから夏木さんとしては久しを貸して、ね、母屋ごとなんかまあそういう感じではあるわね、気分だったんじゃないか。だからよくこれでゴーサインというかOK 原作者は出したなと思うけど、ね、うるせえやつらのさビューティフルドリーマーレベルのさ、うん、ああそうだね、もうね、肝骨だったりとかそのままの感じで、いやでもね、うん、あのそのでも、うん、あでもね、やっぱ舞台、うん、劇団がね、うんうん、劇団の出来事っていうか事件をさ、うん、扱ってるからなのか分かんないけど、うん、その他のね舞台以外のところもさ、うん、舞台調というかさ、はいはいはい、長回しも多いし、うん、割とちょっと引き出しね、うんうん、だってその、うん、要するに、薬師丸ひろ子はその世良政則とね、うん、まあなんとなく付き合うのかどうかななんていう感じの時でも、やっぱり自分はそのあの役を W の悲劇の娘の役やりたかったなんていうところでさ、うん、あのいよいよあの幕開きが近いって、もう大阪公演はもう上々のね、うん、反応で、うん、高木美帆はもう自分と楽屋こそ新人だから同じだけど、うんうん、ね、私の衣装も持ってっといてとかなんか言われてさ、うん、その汗ね、うんうん、ね、すっかり水差をつけられちゃった、うんうん、それであのみんなが帰ったと思ってさ、うん、娘の役をさ、うん、あの舞台でさ、うん、誰もいなくなった、うん、ね、うん、全部終演してもう客も出して誰も出してって、うん、真っ暗な舞台でさ、うんうん、私おじいさんを殺してしまったとかとか役やってたら、うん、けなげな、ね、そう、けなげにやってたら、うん、三田佳子だけがそれをたまたまなんだけど見ててさ、うん、そう、って言ってさ、うん、で、お小遣いね、うん、これいつもいろいろやってもらってるからとか言ってさ、うん、あ、そんなありがとう、でもあのそんなのに結構でお弁当もいただいてますからとか言ったら、うん、あったわ、私にもおお正面切っちゃったね、正面切っちゃった、あったな、私にも
今あなたがやったことと同じことした。こそばゆい。ね、20年前は自分もそうだったみたいな話をさ、それじゃない。でちょっとなんかさ、なんかこうなんかちょっとね、2人のね、なんとなくこうちょ共感し共鳴できたなっていう時に、でそれで、たこ焼きをさ、買ってきたからドアノブにかけようって、その羽鳥翔の部屋の前にさ、行ったらさ、そこでカチャッつ、はい、ね、大変なこと、ちょっと来て、そしたらまあね、どえらいことになってる、まあ、このもうここから言ってもいいよね。三田佳子のね、その演じる羽鳥翔がパトロンがいるんだよ、その愛人がいたと。でその愛人がその公演先のベッドで副上司を遂げてしまうわけ で, そうなんですよ。でこの副上司遂げるパトロンの役が中谷昇なんだけど、だ、ね、俺さ言いたかったの、中谷昇ってこんな役ばっかだよね。えなんか、まあ、いやだってさ、松本清張原作で、あの野村義太郎が撮った疑惑ってあった、はい、あれでね、あの俺がもうその、あまりの桃井香りの悪女ぶりにクーってなったという、あの白川酒造のね、うん、社長でしょ。そうそうそう、で社長がさ、あのもうやっぱり年の離れたさ、あの女房もらう、その女房が熊子っていう、鬼塚熊子っていう名前の桃井香りなんだけど、それで2人ね乗った車がその海に転落して、ね、で旦那は死んじゃうけど熊子、桃井香りの熊子だけ助かって、でお前がね保険金目当てで殺したんじゃないかって言って裁判になるっていう、そういう、まあ、映画なんだけど、その役だってさ、なんかさそういう感じね、なんかね、うん、まあでも、まあ、あの、まあでもそういうさ、要するに、まあ、あのちょうど年齢的にも当時さ、うん、大企業とかのそういう、うん、お金持ちのさ、うん、なんかデパートの社長がなんかの、そうなんですよね、確かね、うん、それでずっと羽鳥翔のさ、うん、講演をしてた、後押しをしてたっていう、それで、まあ、今でも付き合いが続いてて、はい、で嫁さんも子供ももちろんいる、社会的重要な地位もあるという人が、うんうん、大阪のホテルの一室で女優と同居してるところで、ね、有名、しかも羽鳥翔という有名女優と同居してるところで心臓発作で死んでしまった、これはスキャンダルになると、うんうん、さあどうすると三田佳子は考えた、そこであなた私の身代わりになってくれないと、こうね、う薬師丸ひろ子に詰め寄るわけだ、詰め寄るわけです、ね、その代わりあなたに役をあげるわよと、私の力で高木美帆を下ろしてね、でひろこをそのヒロインの役に据えてあげるから、ね、あなたの部屋でこの人が亡くなったことにしてっていう、まあえらい取引を持ちかける、悪魔のささやきですよ。でもその時さ、うん、ホテルの部屋から入って、ね、部屋に、ね、うん、ちょっと来てちょうだいって言って、入ってちょうだいって言って、うんうん、でベッドの上でさ、うん、あのセリフがもう一言も発しないまま、そもう登場シーンですで死んでる、うん、登場シーンですでにね、中谷昇る、まあ、こんなに笑っちゃいけないね、うん、中谷昇るってさ、うん、でその後さ、うん、中谷昇るにシーツかけてさ、うん、その後、うん、説得するまでがワンカットなんだよね。あー、よく見てるね。いや、そうなんだ、これ相馬井真嗣レベルだなっていうぐらい長い。そうだったっけ。そうです。あー、そうか。それでね、ちょっと面白いなと思ったからね、うん、他のシーンでもねちょっとあるんだけどね、うん、本当にね、うん、映画全体をね、舞台って意識してね、沢井監督が撮ってるのかなと思ったのはね、うん、ちょっとセリフがもつれてたりね、ちょっとね、うん、ちょっととちっててもね、そのままやっちゃうんだよ、うん、あえてね、うん、あの鉄頭鉄尾ね、はいはいはい、その舞台のとこだけじゃなくて、うん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 、三田佳子がね、うん、ちょっとね、うん、セリフ怪しい時あるんだよね、うん、あーはーはーはー、まあ、酔っ払ってるって、まあ、飲めるんでしょって言って、うん、飲んでからのあれだから、そういう路列が、まあ、怪しいなのかなとかも思ったんだけどね、うん、まあ、なんとかちょっとね、うん、ここ普通だったら NG だよなっていうようなところもあんのよ。それを生かしてる、それは、はい、でも本当にこう舞台を見せてるようなね、全体的なあの演出なのかなとか、ちょっと少し考えすぎかもしれない。いやいやいや、その方がリアル、つまりあの裏返しにリアルさが増すっていうことなんだよね、うんうん、だリアルなんだよあれは、うんうん、だってさ、で結局そのね、うん、女優としての野心が抗いがたく、うん、薬師丸ひろ子はさ、うん、その自分がその デパートの社長とね、うん、いくつもう親子ほど年の離れた人とホテルにいたって、うん、部屋に自分の部屋にいたって、そこで死んだってことにしちゃった時に、うんうん、もう
記者会見とかの大事件だから、うん、そ, うで その記者会見に集ってる芸能リポーターがさ、うん、今となっては歴史的な記録の意味もあるよ、ね、やっぱ映画ってやっぱ歴史の記録ではあると思う。もう全くです。そうだからこの映画見て、あ、80年代を代表する芸能リポーター、梨本勝とか、はい、須藤仁一郎とか福岡翼とか、ね、そうそう、ああいう人が本当にそのまま出てくるんだから。そう、まんまですよ、まんま出てくるんだから。それで須藤仁一郎は、うん、あの本当に当時と同じ、うん、いや俺たちが普通にワイドショーで見てまんま、うん、ね、映画なのに相変わらず下品に、うん、そうそうそう、その時あれでしょ、あの上に乗ってたんでしょ恋中だったんですよねおいおいもう身も蓋もない下品、そう本当にそう、もうこれでも買ってから品のないこういう品のない、もう最低のこういうね、いたんだなこういうやつらがっていうさ、うんうん、もうね、ダブルの、ダブルの悲劇道具がね、トリプルとかね、うん、もういやもう行く絵にも悲劇だよね、うん、いやそうでね、で、まあそんなこと言うとね、まあね、あの、言い出したら切りないけどさ、三田村邦彦のね、うん、あの役者がね、うん、役所のヒロコに向かってさ、うん、そのね、相談って何なんだっつって、いや、あの今度のオーディションね、ヒロインの役オーディション受けるんですけど、松地真子の、松地真子ってヒロイン、まあ、そうそう、真子役の、あのオーディション受けるんですけど、あの見ていただきたいと思って、芝居を見ていただきたいと思って、おかしなことがあったらおっしゃってくださいって言うとさ、三田村邦彦がぶっきらぼうな口調でさ、やめろ、あんなオーディション受けなくていい、 あんな団体が弁当を食うためだけに見る芝居の役なんか受けなくていいって言うんだけど、うん、それ なんか遠回し原作者に失礼じゃないってあいや俺まあまあちょっとそのね、 あとねこれねほじくりすぎかもしれないけどね、うん、仕事とはいえさ、うん、別の仕事とはいえさ、うん、ね、うん、あんな団体客が弁当をね、うん、持ってね、うん、見に来るような芝居ね、うん、あの出ることはないってさ、うん、それ必殺シリーズの舞台よくやってた当時藤田真子の当時藤田誠さんがさよく明治座とかさああいうところでやってたんだで舞台必殺よくやってたんだけどね、あ三田村君も出てなかったかなみたいなね、出てなかったかもしれないけどね、分かんないけどねいやうんうん、ああいうまあまあまあほじくりすぎかもしれないけどね、でも、あのその、うん、あれはさ進撃の劇団だから多分、うんうんうん、だから商業演劇っていうのに対する、うんうん、そういう商業的な、うんうん、あの大きな、ね、劇場でやるやつっていうのは、うん、うちの本当は本来の芝居と違うみたいな、うんうん、なんか妙なプライドの高さね、妙なね、そう、うん、そういうところもだからうまく救ってるわけですよ、そういうさ、だからその、うん、いや無理やりいったね、要するにこ劇団を、うん、対談させるっていうことで、うん、そんなね、うん、あの愛人を部屋に連れ込んでなんて言った時にさ、うん、ベテランの人たちがさ、うん、対談だなこれはとかさ、うん、あの南芳恵さんってあのベテラン、うん、ね、女優さんが、うん、今の若い子は乱れ次とかって言ってさ、うん、あの辺のもリアルなね、そしたら、うん、羽鳥翔、三田佳子がこれも舞台なんだよね下手からつかつか待って待って、そうそうそう、またくすまたくすぐる私は反対よとか言ってさ、うんうんうん、なんとかさ、うん、あなただって若い頃あったでしょ、うん、チケットが売れない、うん、ね、なんお客が来ない、うん、ね、チケットを買ってもらわなくちゃいけない、うん、芝居を続けたい、うん、そんな時にあなた女使わなかった、うん、あれね、あれ妙にもうねゾクッとなんかこう合い口突きつけられるような感じしたよ、うん、小学生で見たけど小学生でもそう思った、いやなんかね、うん、生々しかった、なんか、うん、聞いていいセリフなんだよ、うん、そう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 、俺も中学校1年生ぐらいやったけどね、うんうんうん、そう生々しかった、それでみね、うん、あのみんなここにいるみんなはね、うん、あの心当たりがあるはずみたいなことを言って、うんうん、みんな黙らせちゃってね、うん、この子が辞めるなら私も辞めますなんつってさ、いやだからねその辺のねその進撃の人たちのがとのあの距離感、これごめんねまた話脱線しちゃうんだけど、はいはい、蜷川幸雄ってさっき名前出たよ、はい、で蜷川さんもやっぱり進撃でずっとやってたんですよ、若き日はね、うん、青年もともとだって役者聖杯だから、うん、そうで役者で入って役者から、まあ、演出の側にそうそうそう、まあ、転校っていうかその、まあかまあ、ちょっと二足わらじみたいにしてやってたんだろうね、立場変えた人だけど、その頃の、まあ、盟友だったのが蟹江敬三であり石橋蓮司、ね、ですね。でね、あの昔さ素晴らしき仲間って番組やってた、あ3人集うで、ね、そうそうそう、で何十年ね、もう何十年代の中でなんてやるんだけど、そこにね蜷川蟹江蓮司の3人が、うん、その一堂に会した会だったの。へえ、あのね俺未だにねなんか引っかかってんだけど、うん、蟹江敬三さんが全然あの楽しそうにしてないのよ。レンジさんと蜷川さんはキャッキャキャッキャやってんのね。
で新宿ゴールデン街なんかまで3人で歩いて、昔ここよく飲みに来たよなとかね、ここでよあの劇団の誰と誰が喧嘩してよとかさ、そういう思い出話にその盛り上がってるんだよ、うん、でいかにもなんか同級生交換みたいな感じのそのね、あのわちゃわちゃやってんのに、カニエ、ワイワイワイってあの素晴らしき仲間のね、ああいう感じでしょ、うん、でカニエ系像だけ無然として全然笑顔見せない、見せたとしてもちょっと笑うぐらいで、もう明らかにむしもう断れない仕事だから引き受けたけど、あそう感じなんだ、本当なら俺はここ来たくなかった感がにじみ出てんのよ、絶対に俺は蜷川さんとその若き日にそのたもとを分かった、つまり蜷川幸雄は東宝でロミオとジュレット演出するって言って商業演劇の世界に 全身でダイブしてったわけでしょ、ね、全身でダイブして、その要するに帝国劇場で、ね、近松やるとか、そういうことになってくるわけだ、何千人のお客を相手にするっていうのを進撃でとか、要するに実験的なこういうその芝居をやってた仲間たちからすれば、お前裏切り者だとかさ、お前なんだみたいな言い方して、ものすごいその相当さや当てがあって別れたっていうのは蜷川さん本人も書いてるんだけど、その時のね、なんかそのあのしこりみたいなものがひょっとしてこの人まだあるんじゃないかな、なんかそこを清算してないで、うん、そうそう再開するっていうのがなんか、うん、それがねすごいね、画面どうしてももう漏れてたんだよね。でも蟹江敬三さん自身もさ、うん、もう舞台やってなかったよね、まあまあ、ほとんどね映像の、うん、だってほとんど映像の人って言うんですよ、うん、石橋蓮司さんはさ、うん、第7病棟とか言って、大下見てる、ね、と一緒になんかや、うん、ね、もう1回だけなんかでね見たけど、とんちんかんちんだったけどね、全然分かんなかったけど、別の病院来たみたいな、そう、大丈夫だったけど、まあまあまあ、置いとくけど、ごめんね、まあまあ、似合わないけど、でもね、なんかね、うん、とにかくその、うん、映画の中でも、その舞台の人たちの、うんうん、ね、舞台の人たちが、うん、世代間とかその、うん、劇の種類によって、うん、ヒエラルキーとかさ、うん、そういうものがなんかあるんだなって、うん、テリトリー意識とか。どういうことをね、もう、出てるんだよね、教えてくれるよね、すごいよね、うん、そういうこの映画が。うん、そういうのでも面白いと思うし、うん、でもう最後にね、うん、まだ最後にこう悲劇、はい、大きな悲劇が待ち構えてるわけですよ、まあ、言わないでおこうと言ってこれだけは言いたいんだけど、世良政則さんがさ、うんうん、薬師丸ひろ子にあげちゃうよね、ああそうそうそう、本当にあげたってそうそうですよ、俺の命をーって、いやいや、あの、まあ、そう言いたくなるようなのがね、あとね、もう一つね、ダブルの悲劇、隠れダブルの悲劇って俺だけが発見したんだけど、なんだ隠れダブルの悲劇がね、うん、物語が始まって間もない時ですよ、うんうん、ね、もう開始5分か 10分前だと思うけど、うん、公園でさ、うん、昼間、うん、薬師丸ひろ子がまた歩いてるのを見つけて、世良政則がそれまで、うん、あのベンチでおじいさんと将棋を指してる、うん、あ、それは藤原鎌足なんですよ。あ、それでさ、うん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 、ね、それで世良政則がね、将棋指してる時に、うんうん、ね、あの薬師丸ひろ子を見つけた途端に、うん、あの世良政則がパチっていったら、うん、二歩だよってしたら、いいのよ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんの方が強いからっつって、ね、それであの将棋途中でやめて、世良政則、薬師丸ひろ子行っちゃう、ね、二歩ですよ、うん、ダブルの。ダブルの悲劇ね、藤原鎌足はせっかくよく気づいたね藤原鎌足はせっかく若い将棋仲間がね、できたと思ったのに、ね、うん、向こうが、うん、もう可愛い子ちゃんが来るからね、勝手に二歩にして負けない、おじいちゃんおじいちゃんうまいからさじゃないっつってね、藤原鎌足のね、ダブルの、なるほど、ダブルの悲劇なんです、うんうん、二歩だから、二歩のダブルねさあさあ、なんてくだらないね、いや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 、意外にそれも計算されてる。それサイエンスに計算されてるかもしれない。それ計算されてたとしても全然効果ないんだけど。いや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 、それはねバカにならない したもんじゃないと思うよ。いろいろね面白いよ。細かく見てるとね、なんか見どころもありますよね。でね、ダブルでもう、じゃあもう一つよ、俺ね、ウーマンっていうタイトルの曲もね、うん、あのこれね、エンディングでこう、あ、はい、もうこれも有名だね。これは、ま、詩が松本隆で曲が松任谷由実でしょ確かね、うん、あのなんだけど、よく聞く、よく、まあ名曲、ね、実にまあ素晴らしいメロディーの名曲、ね、うん、だけどもう一つウーマンってあるでしょ、アン・ルイスの、あっちもいいんだよね、つわものどもが夢のあとだねっていうね曲で、それでタイトルがウーマンっていう、うん、My name is Woman 女なら
鍛えられる痛み。でもこっちの方がやっぱ語られることが多いね。そうそう、だからウーマンって言うとこっちばっかり言うけど、ダブルの悲劇だもん。そうそう、アン・ルイスのウーマンも忘れないでねってことをね言いたいからね。本当だ本当だ、なんかどっちのためにもなってないのかね。分かんないや。いやいやいや、でもね、まあでもそれ薬師丸ひろ子の話をもうちょっとしますか。そうですね、薬師丸ひろ子この頃のだってもう鶴瓶打ちでしょ。そのいろんな、これごめんね、何本目だろうね、角川映画の。ね、いやいや、その薬師丸ひろ子としての、うん、でもあれですよ、野生の照明とかの、もちろんもっと、ね、もうずっとあって、あと野生の照明だし、ね、狙われた学園だし、それから角川映画ってことじゃないかもしれないけど、飛んだカップルでしょ。あ、飛んだカップル、鶴見仕事ありましたね、うん、あとは里見発見、里見発見で忘れちゃいかん、深作品次、里見発見で、しんべヱ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 、山にこだまする、そんなにこだましてたから、前してましたよ。そうですか、そう分かりました、うん、だって、ね、だってせっかく命助かってさ、うん、あのね、親戚のあのなんか太田とかいう殿様のところでさ、助けられて、そしたら成田美京殿様が、うんうん、よほど怖い目に俺は衆を呪われたのもうちょっと優しい人にしてほしいよね何しろさ、うん、好きだからね、成田美希は。そうですね、でせっかく助けてもらってね、うん、そう、すぐ真田広之を追っかけてな。そうなんだよ、それこれもせっかく お姫様暮らしができるかなと思ったら、うん、いや、あの、そうそう、真田広之のところに帰っていくっていう、うん、でもあの、いや、もう本当にあの役者はこの映画でも、この映画でさ、世良雅則に一言言って美人じゃないなっつって、美人じゃないでも魅力的だよっつって、いやでも、いや可愛いんだよね、本当にね、役者の魅力。いや、そう、俺だって飛んだカップルの時は本当に豆だぬきかなと思って、ね、そう、いや可愛らしい、可愛らしい、可愛らしいって言ってるんでしょ。そうそうそう、可愛らしいって言ってるんでしょ、あくまでね誤解ないようにしていただきたいですよ。いや、だからその可愛らしいっていうのがさ、うん、そのでもこの後、あれ、探偵物語は、うん、探偵物語はね、だから、ダブルの悲劇の前だね。あ、探偵、あれ83年だから。これ84年だから。あれ、薬師丸ひろ子。そうそうね。あの、松田優作とのさ、90度キス。身長差ありすぎるから。そう。松田優作が3メートル50ぐらいだったっけ？そんなわけない。アントレよりすごいじゃないの。1メートル50ぐらいだろ。1メートル60あるかないかだろ。まあ、で、松江坂が3メートル70ぐらいだ。だからもうこうしないと。出初め式になってるよ、それもう、まあ、いや、でもそれが、あとはあれでしょ、いっぱいあるからね、ついつい分かんなくなっちゃうんだけど、いっぱいあるんですよ。セーラフと機関銃。セーラフと機関銃。あれが81年ぐらいかな。そうだし。それとあの野蛮人のようにとかね、あ、うん、野蛮人のようにとか、それからあれもあったじゃない、紳士同盟小林信彦の演技だけど、あれも薬師丸ひろ子でした。そう右も左も分かんないみたいなね、そういう、いやいや、その新人 女優の卵にも慣れてないような感じのが出せるっていうのは、もう薬師丸ひろ子すごいなと思うし、で、三田佳子は大女優なんだけど、でも薬師丸ひろ子の方が、そのな、ね、あの準主役になってからのさ、なんかこう、イブの全てじゃないけど、いや出来上がりっぷりっていうか、そう、階段の2段跳び、3段跳びの、そうなんか、ね、出来上がり感がすごいんだよね。すごいよ、だから本当にこの時にね、20歳もだとしたら、だとしたら、まあだったんだけど、もう前後でしょ、もう孫を勝たないって天才ですよ。そうなんですよ、天才、もう薬師丸ひろ子飛躍の、その、ね、一つの作品の中でのさ、成長力の見せ方っていうのがね。そうで、そのエンディ最後のさ、ラストシーンで、まあ、最後のラストシーンって言葉がくどいですね、エンディングで、もう万感の思いを込めてさ、その目にこうね、いろいろためながら、その再出発というか再起を誓う、あのね、あそこの表情の豊かさというか、このなんこうみなぎり方、1本の映画でこんなになっちゃうのっていう、そうわずか1本だって、この映画2時間ないんだからね、1時間50分ぐらいかな、そうですね、それでここまで変わるのかっていうね、そう
まあまあだから沢井監督の演出も素晴らしいんだけど、最後はストップになるじゃない、うん、だからストップになった時の顔がね、ストップになった瞬間俺も観客席でこうなったから、ね、止まっちゃった、俺もみんな止まっちゃった、俺もこうなって息詰めちゃったから、息詰め隣で見てたじじいなんか倒れちゃったから、ね、そのまま倒れちゃった、ダブルの息で、これも医者やってくれなんて、薬師丸子がスクリーンで、うん、私おじい様を殺おじい様を殺してしまったってさ、そろそろ怒られるかな、そろそろ本当なんか怒られるかもしれないんで、ね、まあ何しろね、もう本当にこうね、もうピチピチそのあの音が聞こえてきそうなぐらいのね、そのウイウイさんが残ってる、二十歳の薬師丸ひろ子さんのね、代表作中の代表作でしょ、そう思いますね、角川映画いろんな作品あるけど中でもやっぱり一品中の一品でもある W の悲劇、ね、これ見た後全く全然違う原作夏木しずこの小説も味わうことができて、はい、二重に楽しめるという、はい、はいはい、おすすめです、どうぞ。